はい。はい。伊佐とストレッチファームのともちゃんと、こにさんです。はい。今日は座長紹介。4回目。4回目か。はい。行きましょう。うちには座長がね、たくさんいますからね。ちょっとうるさいよ。このガシャガシャは、はい。やってますけど、まあまあ。はい。今日はこの子です。はい。かわいい。ね。目がパッチリしてる。そう。で、なんかちょっとおっとりしてる感じがある。お名前はないんですか？名前はありません。ね、おでも、なんとなく可愛くて、卵もいっぱい産んでくれて、優秀な子ですね。はい。はい。で、この子は2020年生まれ。2020年なんだ。そう、スプラよりは年上だね。へぇ、うん、でも若いダチョウさんで、でも去年結構卵いっぱい産んでくれました。すごい。有精卵？いや、無精卵だった。はい。動きがすごい控えめなのかわいらしい。ちょっと逃げますかね。ワンツー。やだ。ごめんなさい。できてね。すぐ戻ってくる。そう。だから多分夏っぽい、触られるのは嫌ですけど、元は目は夏っぽい子。うんうん。毎回言うな、緑だよ。もう人気だから。はいはい。そうだね、他に紹介することがあるかしら。寒いのに大変だね。そうだね、今日は北風ビュービューの冬の1月何日でしたか。今日は15です、ね。15か。はい。よし、じゃあもう一匹行ってみよう。もう一匹行きましょう。じゃあそのまんま行きますか。さあ。彼ですね。はい、出ました。はい、よく映してください、この怒りっぷり。いや、個性すごいよね。みんな違うよね。うん。まあ、オスとメスという違いはあるにしても。ダチョウの助ともう大違い。あ、そう、ダチョウの助すぐ隣にいるんですけど。全然こっちは。全然違う。ダチョウの助くん。おいで。おいでよ。あ、でもまあこういう穏やかな感じ。全然あれですけど。あ、気持ちが高ぶって踊り始めました。この子もめちゃくちゃ若いオスで、2020年生まれの若いオスで、はあ。この通り気性が荒そうな感じで。荒そう。うん。蹴られたことはないからね。ないね。うん。でもどこにいても俺らに気づいて寄ってくるよね。そうですね。あ、めっちゃグイグイ来てる。小松菜が大好きですね。うん。あの、日曜日の餌やりをしてると、小松菜を乗せてここら辺に来るともうグイグイって来て、よこせ小松菜をよこせっていう感じで。あげると小松菜くん、あだ名は小松菜くんです。小松菜あげるとちょっとおとなしくなるね、うん、お前ら小松菜持ってんだろ、知ってるんだぞ。すごい待てないんだよね。ね、待てを知らない。ぐいぐいきます。普段は威勢のいい感じの彼、小松菜くんです。はぁ、はい、個性豊かなダチョウたち。あ、そうそう、はい、この子ね、この間交配してたよ。あ、本当ですか。後で記録をここで書きましょう。あの子と、そう、まさにあの子と。痛い。これは攻撃の。口で攻撃する子がいるよね。うん、足の前に、はい、攻撃というか確かめてんのかな。痛い、超痛い。
対象までの距離を確認してバーンって出る。あ、そういうことですかね。まあ何しても威勢のいいオスダチョウでした。はい、はい、今後もダチョウについてというかうちのダチョウを紹介していきますので。そうですね、ゆるくコツコツやっていきます。じゃあね。はい、またね。